皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。モデルプレスイコール2024年6月16日。キングプリンスの長瀬蓮が主演を務めるテレビ朝日系推しドラサタデー東京タワー。毎週土曜夜11時。が15日。最終話を迎えた。お笑いタレントの横澤夏子がサプライズ出演した。写真。トラジャ松田玄太。色気ダダモレキスショット。長瀬蓮主演。 東京タワー、エニカ香リの伝説の恋愛小説、東京タワーを日本で初めて連続ドラマ化した推しドラ「サタデー東京タワー」。主演、永瀬廉が演じる21歳の青年、小島徹と、20歳以上年の離れた人妻、浅野獅子、板谷由香、そして同じく21歳の大原浩二、松田玄太、トラビスジャパン、都主婦の川野公子、恵の。 許されない愛を描きその儚くも完美な世界観連続ドラマの枠を超えた映像美は1クールを通して女性視聴者を中心に大きな反響を呼び好評の中最終回を迎えた横澤夏子東京タワー最終回にサプライズ登場そんな東京タワー最終回に横澤夏子がサプライズ出演 ポカポカ、フジテレビ系の月曜レギュラーとして共演している松田と、夫婦役でドラマ初共演を果たした。壮絶な恋愛を経た康ーは子沢さんのパパに。どうやら横澤演じる女性と幸せな家庭を築いたようで。公開された仲良し家族写真に、視聴者も思わずほっこり。押しドラサタデー枠の記録を更新し続け、 巨大なムーーブメントを起こした東京タワーマイワティーバーではランキング1位を獲得し見逃し配信総再生数は2000万回の大台突破を目前にしている「ビデオリサーチにて算出」4月21日6月13日東京タワー第1話から第3話そして激動の最終回1時間スペシャルはティーバーで配信中第4話から第8話はテラサ テラサ、弟子聴可能獅子との関係が母、陽子、優、の知るところとなり、荷物をまとめて家を出たトール。浩次のアパートに身を寄せながら、一緒に暮らそうと約束した獅子との生活のために医学部を中退し、就職しようと決意する。そんなトールの勢いに驚く浩次は、ようやく会えた公子に思いの丈をぶつけ、涙のキスを。浩次の思いを知った公子は、 揺れ動く心を隠すことができず。トール、シシ、コージ、キニコが出した答えとは激動の最終回1時間スペシャルは TVer で視聴することができる。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。